さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。星の神トリプルデラックスやろうと思います。よろしくお願いします。さて前回1面を始めて、最初攻略したとこなんですけど、まだ 2% です。全然進んでないね。さあ今日もストーリーモードの続きからやっていきましょうか。さあ今日は1の3からですね、多分。はい、というわけで1面のファインフィールドに入っていきましょうか。さて各ステージにはなんかね、マップカビの下にあるやつ、サンストーンってアイテムが各ステージに、うわー4つある。ここは2、3個ずつと思ったら4つあって、あとレアなキーホルダーが多分1個あるのかなと思うので、サンストーン全部とレアなキーホルダー集めつつで攻略していきたいと思います。よろしく。さて行こうか。さあカビ、さて結構まだね操作慣れてないので、ちょっとねあやふやなとこあると思いますが、ワドちゃん食べながら行きましょう。ワドちゃん美味しい。ねちょっとね、さておっといきなり食らう。じゃあね、ボタンがねディスカバリーとね反対になってるからね、やりづらいんだよね。これ帰れねえかな、ちょっと待って。いやなんか今ねパーッと調べてきたんですけど、操作設定変えれないみたいなんですよね、トリデラって。ちょっと悲しいですけど、頑張りましょうか。うおーさ、奥からたこ焼きみたいなの降ってきたけど。たこ焼きではないな、多分。さあ、勝ったー。勝ったって初めてだよね。ブーメランだよ。くるっと戻る。紐もひれるよ、優れもの。投げて上下で操作して、溜めて狙えば、いけ、ハイパーブーメランってことで。まあ、いつものブーメランですね。行きましょうか。ブーメラン勝った。ふん、ふん。ダッシュ攻撃があるんだ、いいね、これやっぱ。で、ブーメランを上下に変えれたり、溜めたりとか。なんか全然、ねえ、ディスカバリーのやつとは違うね、やっぱ。お、なんだこの、ゴリルディ。ゴリルディ。ファイナルガッター。よし、いいね。さあ、強い攻撃。さあ、次に行こうか。さて、来たぞ。これはなんだ？おぉ、カッターで敵を攻撃？カッター強くねえか？カッター、だいぶ強いよね、今回のカッターって、これ。だって敵狙えるもんね、下とかに。草も切れるし、ハンバーガー食べちゃうし、カービー。うまーい！あ、奥行っちゃおう。奥でーす。戻っちゃおうかな。戻れないでーす。これ何こっち？え、こっちなんもないけど。ちょっとー、なんかちょうだいよ。いや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 、危ない危ない危ない。ほい、草買っとくか。あ！そんなとこに隠してたのか。おめえはよー。よし。じゃあ行こうか。せい！ほら、さあ攻撃して。おお、道ができたね。来た、レアなキーホルダー。そう、これ。これが欲しかったんだよね。これが多分各ステージに1個あるという噂のやつですね。ここ、なんか壊せる。へい。わ、お金ゲット。ぼちぼち。よし、次行こうか。カッター楽しいからもうちょっとカッター使いましょう。さて、栄養ドリンクが奥に見えるけど。なにこれ。こっち。え？傾けてー、はしゃー、どーん、ワドちゃん。まだあるぜ。ウィーン、傾けてー、はしゃー。あ、これいっぱい撃てる。お、ここも撃っとこう。ここも。はい、はしゃー。いいね。もう一発は、ここー、弾け飛べー。ドーン、よーし。あ、あるね。あ、ウィップだ。まあ、いっか。よし。ここにも栄養ドリンクあるから回収しとこうか。別に体力減ってないけどね。やっぱ飲みたくなるよね、栄養ドリンクって。みんな飲まない、栄養ドリンクって。ねえ、たまに飲むとね、なんか疲れ取れる気がするだけなんだけど。気がするよ、おすすめだよ俺は。飲まないに越したことはないけど。はい、さてさてさて、さあレアストーン1個目。じゃあサンストーンだ。サンストーン1個目ゲットしました。サンフラワーか。いや、ちょっとなんか名前が怪しすぎる。さあ、なんか丸の玉があっちに奥に走ってるけど。なんだそれ、やめてよ。さて、おーおー、これ、角度も調整できるんだね、この飛ばす。いいね。さあ、たこ焼き飛ばしてくるの、めちゃくちゃ。関西人やで、あのワドルディ。ねえ。せやかで、ワドルディ。さあ、キーホルダーゲット？僕もね、大阪出身なんですよね、こう見えて。なんでね、ちょっとたこ焼きは大好きなんですけど。ねえ、ちょっと、あんな大きいのはちょっと恐ろしいな。さて、これは何だい？傾ける？え、なん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 ってやつ、火つけたら。え、待って、これ、待って、むずい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 。むずい。だって、こう、こう、これぐらいで止めて、この間に、ここで止める。はい。良いかな、良いかな。いってらっしゃい。よし。さあ、2個目ゲットでーす。大丈夫、2個目だよね。はい、オッケー、2個目。ちょっとドキッとするよね。取れてねえじゃねえかなってやつ。
さあ、ファイヤーに変わっていきましょうか。あった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 。ファイヤー何だっけ？これ下、これがかっこいい。かっこいいって楽しいんだよ、これ。うーんって、カービィが燃えて転がるっていう。ね、ファイヤーローリングアタック。これいいよね。めっちゃ強いけど。ファイヤーローリング。あ！え？ウィスピューツ？これもしかして。草だよ、草。何？木の根っこが？違う！これは、ビッグバン吸い込み！いくぜ！カービィ！何でも吸い込む！カービィの力！よー、おいしいご飯がカービィ。うまい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 、ごくり。さて、今のカービィに吸い込めぬものはなし。尻から食べるぞ。うまいぜ。さあ、次も出てこい。でっかいワドちゃんも全部いただきます。ごちそうさま。次、また芋虫出てこいよ。吸ってやるよ。え、吸えない？ケツからじゃないと吸えないんだ、これ。お尻からいただきます、するぞーら。ね、おっと？さて、はい、尻あるな。尻からいただきまーす。お尻合い。で、ここにもなんかあるのか？これ。お、なんだこれは。あ、プチ、かわいそう。ね、そういうもんだ。仕方ないよ。さあ、次、上行ってみようか。おっと、危ない危ない。ほら、尻からいただきまーす。おい尻。尻うまいねー。え、危ない危ない、これ先にこっちに入ろう。怖いから。さあ、ここ宝箱が今あったな。なんだこれは。違う。先こっちだ。はい。こう吸い込んで、足場を作ってから、引っ張れ！いけ！ドーン！ぶっ壊し！さあ、それで宝箱があったね。これはなんだい？やったぜ。さあ、三つ目獲得。危ない危ない。さあ、いいもん獲得できたね。やった。さあ、次行こうか。カビ。ここね、なんか吸い込んだら壊れそうなんだよな、これ。大丈夫？あー、ドーン、割れただけ。よかった。よし。さあ、ワンナップもして。下？なんかある？お、でっかいワドちゃん大集合。なにこれ、サルドディ。サルドディ。誰？君たち名前なんて言うんだい？ねえ、うまい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 。ビッグバン吸い込み、長いな。普通に強くね？おら！発射。あ、違う。あ、そういうタイプで。わかったわかったわかった。ふーん。はい。いただきます。さよなら。よし。え、これで終わり？なんかラスボスのステージで出てきそうな回転するダメージす、あるとこやんけ。おーい。どれー。さあ、一個ずつ、やっつけて。行きましょう。おい。あー、いや、なんか、遅い遅い。そこ早いのになんかそこだけ遅いじゃん。ここだけ遅いじゃん。タイミングずらすのやめて。よし。なにそれちょっと、いや、びっくりするでしょ。ほら、イエイ。さあ、これでオッケー。今、めっちゃ引っかかりそうだった。いや、勘弁してくれよな、ほんと。さあ、行こうか、次。まだ一個、ねえ、ゲットできてないから。ゲットしなきゃ3のやつ。3。これ何これ？これついずーっと引き寄せて。こっちなんか戻ったらなんかあるかな？何もないここ。いけないいけない。上に見えるあれなんだろうこれ。ん？違う、これあれ吸い込むのかこれ。へい。よー。な、一枚の紙だった。うまい紙。紙がうまいのかカービィ。その紙美味しい？さあ、これで一度3、コンプリート。レアなキーホルダーも、そしてこれも全部集め終えた。イエーイ、クリアー。それファイヤーやったな。忘れがち。いくぜ、いくぜ、ゴールゲーム。ゴールゲームいつも緊張すんだよね。俺マジ苦手なんだよ、実を言うと。はい、はい、はい。はーい、下手くそー。あーラッキーセブン。来た。これは逆にいいかもね。あれ、カビ、残念そう。ごめん。さあ、ドロッチェダンでできたトリプルスター。これ最強のコピー能力だ。これ好き。さあ、そして出てきたのはガウガウ。ドロッチ団で出てきたやつ。ドロッチ団多くね。そしてカブー。カブー何でも知ってるね。それはアニメ。さあ、たこ焼きっぽいステージを攻略完了。次は4面。わー、出た。ビートルみたいなあるじゃん。サンストーンだね、ちゃんとした名前ね。サンフラワーでもなくサンストーンね、ちゃんと名前覚えておきましょう。それでは次ですね、ステージ、4面いきましょうか。3つだけですね、サンストーンは。ドキドキ、ワクワク、行きましょう。
さて、いきなり見えてるのは、勝った勝った欲しかったんだよ、俺。勝った。いや、でもスパークも欲しかったんだよ。スパークにしよう。スパーク好き。スパーク好き。スパーク好きな人は、信頼できる人。みんな好きだよね。スパークはいいぞ。スパークは体にね、まとうからな、電気を。ビリビリしてっからな、ビリビリ。はい、鍵でーす。あ、バンダナマドちゃん、ストックくれた、ありがとう、ソフトクリーム。食べようっと。間違っちゃった、食べた、もう。なくなっちゃった。よし、ごちそうさまでーす。サウンストーン。さて、ちょっと待って。いきなりボスだ。ヘルメホーン、ドラー、電撃ビリビリ派。ちょっとやめて。よいしょ。カービィ、行くぞ、もっと。電撃ビリビリ派。もっともっと行くぜ。電撃ビリビリドリル。電撃ビリビリ、はー。なに、耐えた。こいつ。テイ、ビリ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 。はい、じゃあもらいましょうか。コピノルフ、君の名は、ビートル。はい、エッジだ。エッドがキラリと光り、昆虫キングが宙を飛ぶ。石頭ノックで食いも打てるぞ。突進すればまとめてキャッチ。積んで運べばブンブンドリャーっていう。まあなんか、あの敵を掴んだりとか、刺したりとか、なんかできる、いい感じのコピー能力ですね。ねえ、ふーんってこんな感じ？ねえ、俺もよくわかんないけど、うまく使っていきましょう。ねえ、よし。さて、どんどん行くぞ。敵を、ほらーほらー、刺していくぜーっていう、こんなコピー能力ですね。ぞっそいドーンっていうね。楽しい。いっぱい刺すよー。刺すよー。ドーンってね。だから敵がちょっとかわいそうになっちゃう。そんなコピー能力ですね、これは。さて、上も見える。おーおー。よし。さあ、強いね、やっぱ。このコピー能力。ただね、やっぱ 2D のこのカービィね、コピー能力の技がね、多彩すぎてね、ちょっとね、むずいよね。ちょっとむずいよね、ほんと。あ、ワドルドゥだ！ドゥちゃんいたのにな、今、もったいねえぜ。俺、ドゥちゃん好きなのに。よし。さあ、鍵を持っていきましょう。ファイヤーが向こうで撃ってくる？これは、とりあえず、こっち行こうか。鍵ください。やめてください。よし。避けていって、鍵オープン！さあ、サンストーン、まずは1個目。よし、あげとう。あ、そうか、空飛べんのだ、これ。空飛べる。ほら、すごい。すごい。なんでもありだよ、このコピー能力。強すぎるだろ。空も飛べるし、楽しく攻撃もできるし、ほら。ほら、ららららららーって、連打ラッシュもできる。なんでもいい。あ、なんか夏い、こ、名前なんだっけ、こいつ。忘れちゃったけど、昔のガービーからよくいるよね、あの子。お、なんかいた。隠れてたね、あれで。ワンナップー、うまってぃ。さて、バナナ美味しい。さて、こっち側なんかありそうじゃん。うわっ、やったぜ。さあ、レアなキーホルダーが隠れてた。これゲットできたの、ちょっとマジで美味しい。さあ、次行こうか。よかった、取り逃してたらもう一周だったからね。ね、ちゃんと探索するとこは探索しよう。ゴールドだ。なんか、あ、ちょっと待って、コピー能力、これは。ででん、ニードル。ニードル、ニューニ。ね、見てみましょう。チクッと刺さるとトゲの技。針を突き出し、全身チクチク。壁も、ザクッとくっつく。で、頭上めがけて天を突き、地面めがけて大地刺すってやつ。B プラスいろいろ押す。ニード、バーニードルとかあるんだ。へぇー。ねえ。上 B、下 B。うわーって弾けても、こんなできたのよ、ニードルって。すげえ。これで面白い。めちゃ強ないか、これ。いいね。さて、遠距離もできるもんな、このニードル。普通に強いぞ、ニードルって。でも転がれないんだよな。壁にはね、刺さる。うん、カービィ。でも壁刺さったところで何か意味あんのか言われたらちょっと悩むとこやけど。さあ、なんかゲット。下まであんまないよ。さあ、ゴールドくん。いた！当たっちゃった。おいしい。よし。さあ、先行こうか。またなんかいるじゃん。これあれだね。うおっとっとっと。え？待って。奥見えるけど奥行けない。どうやって奥行くんだろう。ここの下にね、サンストーンがあるんだよね。あれ？戻ってきたけど、なんもないね、ここ。上は？うわー、ないのか、これ。これはもう行くしかないな、さっきに。行ってみようか。戻りたかったんだけど、うわー、なんだこれ！うわー、ゴールド。手前と奥にあるぞ、これ。これどっちだ？これどっちだと思う？右だ。奥にいる。次。うわ、これむずい！どこ？どこ正解？ここ？ほれー！俺の勝ちー！イエーイ！よし。クリアだ。なんだここ？怖いな、ほんと。
じゃ次だ。お、あ、キャンディーだ、来た。ヒイン最強カビ、無敵の力で走れ。ここのアイテム取って、レアストーンじゃなくサンストーンゲット。よし、やった。サンストーンゲッツ。いいね。無敵時間まだある？最強最強カビ。また最強、ずっと最強。一生最強でいてほしい。終わり？終わっちゃった。なんだこれは？船だ。はい、傾けます。これ傾ける系むずいんだよな。俺、リアル俺が辛い。リアル俺が、リアルの俺が。はい、よかった。さて、ニードル俺今愛してるから、ニードル愛してる。よし、ニードルのまま進んでいきましょうか。またゴンドラだ。はい、カビ頑張って。うん、痛い。あ、コピー能力ニードル、終わった終わった。ニードルを返して。でもソードがいるよ。ありがとうソード、君のことは忘れないよ。スパッと、よし行くか。光り輝く剣を携え、カビはね、剣を持たず鍵を持つ。これがキーブレード。いや違う。よし行けカビ、危ない。さてしっかりと避けて、鍵を持ってるカビは次の船に乗る。さてしっかり止まって、危ない、当たってるんだけど。カービィはもう終わった。またね、来年会おう。これやり直しだ。そんなバカだ。いけカービィ、カービィ危ない、マジで怖すぎる。さあ鍵持ったまま難関突破で、よかったぜカービィ。オムライス美味しい。そして1の4コンプリート。よかった、もうオムライス10個ぐらい食べたいよカービィ。やった、ニードル帰ってきた。ニードル愛してる。あ、待って、上にふ、チク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 ってすると栄養ドリンクも美味しいです。ありがとうございます。飲むと美味しい。クリーンはないんだよな。もう俺覚えたよ。さてワープスターじゃないか、どこ行くんだい。なあ、どこ行くんだ。さあワープスターと一緒にどこ行くのカービィ。来たよ。うわ、敵をやっつけていく。お掃除しなきゃ。さあお掃除した果てに、ここはどこ。上まで行く。高いとこまで登っていったカービィは、わからん、ここはどこ。ワトちゃんがおる。はい、チクはい、チク。あ、耐える、ドーン。あー、ゴールか、よかった。さあ高い高いとこまで飛んできました。それではゴールゲーム行きましょうか。ゴールゲームさっきミスったからな、今回ぐらいは成功したいよね。それでは行きましょうか。集中、はい、ポンポンパン。よし、これだよこれ。ミスるやつおるか。おらんおらん。というわけで頭が刺さったニードルです。よし、手を挙げて見事攻略完了。お疲れ様ぽよ。はい、よし、これたくさんもらえるしね、回復できるし、キーホルダーももらえる。もういたせりつくせり。さ、ボンバーのキーホルダー好き、クラッシュです。そしてダークマター、ネタバレですよ。ネタバレ多いですね。そしてニードラスね、ニードルのコピー能力のやつからのワドルドゥ。2個目ダブリもあるよ。ダブリ早いな、ダブってくんの。完全にランダムなんだね、あのあたりのキーホルダーって。うわ、絶対ボスステージじゃんこれ。はい、なにこれ。ウィスピーウズー、なんてこった。さあ集めた酸素の力でボスへの道が開かれた。なんかもう一個出たけど、6目も出てきた。なんだここは。で、酸素12個でエクストラステージが開かれた。これ全部のね、やつを集めたら出てくる的なやつかな、多分。サンストーンを。多分そうだよね。はい、というわけで皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。で、さあなんとかね、また今回も進みました。新しいコピー能力も出てきたりとか、ステージもね、結構ね、たこ焼きだったり、ね、ビートルだったりとか、奥行き駆使したステージばっかでおもろいです。まだちょっとね、冒頭でも言ったんですけど、操作慣れてないところがあるんですけど、まあ徐々に慣れてくるでしょう。慣れてくるまで、ちょっとゆるりと見ていただけたら嬉しいです。はい。それでは終わりましょうか、皆様。チャンネル登録しない方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。見てくれてありがとう。またね、おつぽよ。